こんにちは、ヨウタです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が新型 iPhone 買ったら必ずやるおすすめ設定を紹介していきます。この動画を最後まで見ると細かいけど便利な iPhone の設定とか iPhone を快適に使うためのヒントがわかります。この動画設定項目がかなり多いのでこの10個に分けています。時間のタイムスタンプとか、あと僕の話すスピードが速かったら倍速表示とかうまく使いながら快適な速度で見てみてください。それでは早速チェックしていきましょう。1つ目は低電力モードです。パフォーマンスを抑えて少しでもバッテリーを長く使うためのモードなんですが、設定を開いてバッテリーから省電力モードっていうところをオンにすると省電力モードがオンになります。オンにすると画面の明るさとか、あとバックグラウンドで動くタスクとかが止まるので少しバッテリーを長く使うことができます。続いてコントロールセンターについてです。コントロールセンターはここから出したね、この上のやつなんですけども、この下の項目をカスタマイズすることができます。コントロールセンターをカスタマイズするには設定のコントロールセンターを開きます。コントロールセンターを開くとたくさんこんな感じで、ね、項目が並んでるんですが、下の方に行ってもらってこの青いボタンがあるやつをこういう感じで追加していくと、こんな感じでコントロールセンターに項目が追加されていきます。コントロールセンターでおすすめなのはまず低電力モードをここに配置できることです。低電力モードを気軽に設定いかなくてもここからオンにできます。そしてここにあるお休みモードですね。お休みモードはもともと追加しなくても入っているんですが、これをオンにしておくと通知が来なくなるので、集中してね勉強したい時とか通知に気を紛らわせたくない時にオンにしておくと便利です。あとですね、計算機とか懐中電灯とかメモアプリに直接アクセスできたりとか、割とここに追加しておくと結構便利な機能もあるので、ぜひとも自分の使いそうなやつを入れてみてください。ワンポイントアドバイスとしてはこの下のボタンを12個にしておくことです。さっきこう追加したらこの下にどんどん増えていくんですけども、増えすぎるとねバランスが悪くて上下の余白の感じが変わってしまうので、やっぱりね、4個の3個で12個っていう配置にしておくと、この余白の上下も綺麗でいい感じかなと思います。続いて3つ目はピクチャーインピクチャーの機能です。 iOS14 からの新機能で、例えば今だと Netflix のアプリが対応しています。こんな感じで再生画面に行ってもらって、再生したまんまホーム画面に戻るとこんな感じですね。ウィンドウも自由に動かせるので、自分のね好きな映像を見ながら好きなアプリを開いて Twitter 見るとか Instagram 見るとか、そういうような使い方ができます。まだ対応アプリは少ないんですが Netflix とかだとできます。ちなみに自動的にピクチャーインピクチャー始まってほしくない場合は、設定で一般に行ってこのピクチャーインピクチャーの中から自動的に開始をオフにすることによって、オフになるので、もしねそれがうざいよって方はオフにしておいてください。4つ目はキーボードの設定です。同じく一般の中にキーボードという項目があります。まずやっておくべきことはこのキーボード一番上をタップして、このね使わないキーボードを削除するところです。例えばこの日本語のローマ字入力ってほとんど使ってる人いないと思うので、左にスワイプして削除をしてください。そうすると何がいいかっていうと、ここのね切り替える時に出てくるやつがその自分が使うやつだけになります。あとですね、この順番も入れ替えられるので、この編集から、これでね順番を入れ替えることによって、例えば日本語入力の次に絵文字が来るようにしておくとか、自分の使いやすいようにキーボードの順番を入れ替えることもできます。あと多くの日本人はフリック入力だと思います。フリック入力だけを使う場合はここをねフリックのみっていう設定をオンにしておくと、カチカチ何回も押して変換とか次の文字に行ったりしなくなるのでおすすめです。あともう一個やっておくべきなのはこの下にあるスマート全角スペースをオフにするということです。今までだと半角スペースだったんですけども、なんか押したら iOS14 から全角スペースになってしまったので、ちょっとね鬱陶しいよって方はここをオフにすることによって半角スペースが今まで通り入力されるようになります。続いて5つ目はホーム画面についてです。僕は上にウィジェットを2つ置いて、下にねアプリを置く配置にしていて、1画面の運用をしています。ウィジェットを追加したい場合はこうやって長押ししてホーム画面を編集モードに入って、この上のプラスボタンからできます。ウィジェットの追加画面が出てくるので、こんな感じでですね持ってグイッと置くと新しいウィジェットがどんどん配置されていきます。ウィジェットのサイズもたくさんあるので、このプラスボタンからいろいろいじってみるといいと思います。あと僕が使っているのはページを消す機能です。こんな感じでこのページのねちょんちょんちょんの下のところをクリックすることによってページを消すことができます。どういうことかっていうと、このチェック印が入っているページのみがホーム画面に表示されるので、今だとこの4画面あるんですが、例えばねこれの、この2個にするとするとこんな感じでこの2画面が表示されますし、またこれいらないよっていう場合はこんな感じで、終わりにするとこの2画面だけ表示されるようになります。好きな画面を表示することによって、今までねアプリが散乱していたと思うんですが、そこをきれいに片付けることができます。
個人的なワンポイントアドバイスとしては、まずですね、最初あった通り、この下の部分にアプリをね揃えるっていうことと、あとですね、ツイッターとかインスタとか、よく使っちゃう、なんか暇な時に開いちゃうなってアプリはもうこのホーム画面に置かないっていうことです。これを置くことによって結構ね気が散って、なんか見るたんびにそれを開いてしまうってことになるので、僕はここに置かないようにしています。6個目はこのロック画面についてです。ロック画面のカスタマイズをするには、設定アプリを開いて、まずこの Face ID とパスコードっていうところに行きます。最初の設定だとロック画面でコントロールセンターにアクセスできたりとか通知が見れたりとかしちゃうんですが、ちょっとね見せたくないよって方は、ここら辺の項目をオンオフを自分で選ぶことによって、セキュリティレベルを上げることができます。このロック画面中にアクセスを許可っていうのをオフにしておくと使えませんし、オンにしておくとその項目のみロック画面から使うことができます。あとロック画面の通知が Face ID 解除しないとプレビュー表示されないっていう方いると思うんですが、そちらはですね、通知からこのねプレビュー表示っていうのを常に変更することによって表示されます。ロックされていない時のみっていうのがセキュリティ的にはいいんですが、僕の場合はねそんなに危ない通知も来ないので常にしています。ここら辺のセキュリティ周りは人それぞれだと思うんですが、緩すぎるのも良くないし、強すぎて自分が使いにくくなってしまうのも本末転倒なので、程よいところを自分でね探るのがいいと思います。続いて画面表示についてです。画面表示でおすすめなのが、このライトモードとダークモードを自動的に切り替えてくれるっていうモードです。これをねオンにしておくことによって、自分でねカスタムしたスケジュールだったりとか、僕の場合はこの日の入りから日の出までっていうのでやっておくと、夜になると暗くダークモードになって、朝になるとライトモードになるみたいな感じで使っています。あとおすすめなのはナイトシフトですね。僕はこの日の入りから日の出までっていうのをまた同じく設定していて、夜になるとナイトシフトがオンになる、朝になると解除されているっていうのをしていて、一番ねこのブルーライトカットのやつを厳しくしているので、こんな感じで黄ばんで見えてしまうんですが、こうすることによってちょっと目に優しいらしいです。見た目とかが一番 iPhone に関わる点なので、人によってここは好みでカスタマイズするのがいいかなと思います。続いてはカメラについてです。カメラの設定なんですが、まずやっておくべきなのがこのグリッドっていうのをオンにすることです。グリッドって何かっていうと、カメラアプリをこうやって開くと、はい、わかりますかね、ここに線が出てるじゃないですか。この線が出るようにしておくことによって平行をきれいにした画像が撮れるようになるので、ぜひとも皆さんやってみてください。あと地味なんですけど、 iOS 14からの新機能でこの前面カメラの左右反転をカスタマイズできる機能も追加されたので、人によってオンの人はオンにして、オフにしたい人はオフにしておくといいのかなと思います。特に自撮りして自分の顔が反転しちゃうみたいな人で気になった方はぜひ使ってみてください。続いて9個目はスクリーンタイムです。親とかが子供のアプリをこう使うの制限するみたいな機能だったりもするんですが、僕は自分で自分自身にかけています。主にやってるのがこのアプリの使用時間制限というやつです。アプリの使用制限はこんな感じでね、自分で制限したいアプリをまず選択して、その後にルールを適用していく形でできます。僕は Twitter と Instagram を1日これ15分ずつにしていて、昔の制限かけてない時よりは見る時間が減ったかなと思っています。最後10個目は背面タップです。 iOS 14からの新機能で、このアクセシビリティの中からタッチに進んでもらって一番下背面タップっていうところに行きます。背面タップはこの、iPhone の後ろを何回かタップすることによって自分の指定したアクションを起こせるようになるんですが、僕はダブルタップでコントロールセンター、トリプルタップでアップスイッチャーにしています。こんな感じで開くと設定項目は意外と少ないように見えるんですが、このね下のところに自分で作ったショートカットを指定することができたりするので、自分のねショートカットをうまくこうカスタマイズしてやっていくと、背面タップでもいろんなことができるようになります。ショートカットアプリはもともと入ってるこんな感じのアプリで、もともと人気なショートカットだったりとか、他にも自分でねゼロから作ったりすることができます。ぜひともいろんなことができるので、もともと入ってるアプリなので確認してみてください。ということで、僕の iPhone こだわりおすすめ設定でした。はい、ということでこの動画のシリーズに Mac 版があります。ぜひね iPhone と Mac を両方持ってるよって方は、 Mac 版のおすすめ初期設定30選の方もぜひ参考にしてみてください。この動画が役に立ったら評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで iPhone のおすすめ初期設定を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。iPhone ねいろいろ設定あるんですけども、特に厳選してこれがね今スタメンで使ってる感じです。このチャンネルでは毎週土曜日夜9時に Mac、iPhone、iPad の活用術発信しております。お相手は陽太でした。バイバーイ。